株券損失登録の効力第230条。株券発行会社は次に掲げる日のいずれか早い日以下この条において登録抹消日という年までの間は、株券損失登録がされた株券にかかる株式を取得した者の氏名または名称及び住所を株主名簿に記載しまたは記録することができない。1. 当該株券損失登録が抹消された日。 2. 株券損失登録日の翌日から起算して1年を経過した日。第2項株券発行会社は登録抹消日後でなければ株券損失登録がされた株券を再発行することができない。第3項株券損失登録者が株券損失登録をした株券にかかる株式の名義人でないときは、当該株式の株主は登録抹消日までの間は株主総会または種類株主総会において議決権を行使することができない。第4項株券損失登録がされた株券にかかる株式については、第197条第1項の規定による競売または同条第2項の規定による売却をすることができない。株券損失登録簿の備え置き及び閲覧等第231条。株券発行会社は株券損失登録簿をその本店株主名簿管理人がある場合にあってはその営業所に備え置かなければならない。第2項何人も株券発行会社の営業時間内はいつでも株券損失登録簿利害関係がある部分に限るについて次に掲げる請求をすることができる。この場合においては当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。1. 株券損失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧または当社の請求。 2. 株券損失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧または当社の請求。株券損失登録者に対する通知等第232条。株券発行会社が株券損失登録者に対してする通知または催告は、株券損失登録簿に記載しまたは記録した当該株券損失登録者の住所、当該株券損失登録者が別に通知または催告を受ける場所または連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所または連絡先に当てて発すれば足りる。第2項前項の通知または催告は、その通知または催告が通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。適用除外第233条。非証事件手続法第4編の規定は株券については適用しない。第10節雑則。1に満たない端数の処理第234条。次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定めるものに当該株式会社の株式を交付する場合において、そのものに対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとするに相当する数の株式を競売し、かつその端数に応じて
その競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。1第170条第1項の規定による株式の取得、当該株式会社の株主。2第173条第1項の規定による株式の取得、当該株式会社の株主。3第185条に規定する株式無償割当、当該株式会社の株主。4第275条第1項の規定による新株予約権の取得、第236条第1項第7号以の新株予約権の新株予約権者。5合併、合併により当該株式会社が存続する場合に限る、合併後消滅する会社の株主または社員。6合併契約に基づく設立時発行株式の発行、合併後消滅する会社の株主または社員。7株式交換による他の株式会社の発行済み株式全部の取得、株式交換をする株式会社の株主。8株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行、株式移転をする株式会社の株主。第2項株式会社は前項の規定による競売に変えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法によりこれを売却することができる。この場合において当該許可の申し立ては取締役が2人以上あるときはその全員の同意によってしなければならない。第3項前項の規定により第1項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中競売によりとあるのは売却によりとする。第4項株式会社は第2項の規定により売却する株式の全部または一部を買い取ることができる。この場合においては次に掲げる事項を定めなければならない。1買い取る株式の数、種類株式発行会社にあっては株式の種類及び種類ごとの数、2前後の株式の買い取りをするのと引き換えに交付する金銭の総額。第5項取締役会設置会社においては前項を各号に掲げる事項の決定は取締役会の決議によらなければならない。第6項第1項から第4項までの規定は第1項各号に掲げる行為に際して当該各号に定めるものに当該株式会社の社債または新株予約権を交付するときについて順用する。第235条株式会社が株式の分割または株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときはその端数の合計数、その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあってはこれを切り捨てるものとする閉じに相当する数の株式を競売し、かつその端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。第2項前条第2項から第5項までの規定は前項の場合について順用する。